では今回は、ローリングラッシュのデモ版をプレイするぞ。ボールがコロコロ転がっておるようじゃが、どないなさったのかのう。まあなんつうか、観客までもがボールという、不思議な世界なんじゃが。要は、いかに早くゴールまでたどり着けるかの、レースゲームじゃ。ほうほう。ルール自体は簡単そうっつねー。あと、操作に関しては、左スティックで移動のほか、A ボタンでジャンプができるんじゃが、カメラ操作はマニュアルなため、右スティックをグリグリ動かす必要があるぞい。レースゲームなのに、カメラが自動で正面を向かないのは、ちょいと不便を感じる点っすねー。まあ、そんな部分はありつつも、飽きさせないような、奇想天外なコース作りだったり。確かにぶっ飛んでおるのー。画質の面でも綺麗だったりするもんやから、思ってたよりも楽しめた作品じゃったのー。でもつよ。どうしたのじゃ？このゲームって、開発者の方も走っているようなんですが、なんというか、めっちゃ微妙なタイムなんすねー。